で、下の段というか次のスライドに行きましょう。まあ目標達成できないのが、まあ、本当の問題と、上に現れる症状っていうのは違ってきますんで、この症状に振り回されていたら、まあ、何やってもダメですよ。モグラ叩きじゃないですけど、でも症状に振り回されるって、なんか仕事やった気がすごくするんですよね。でも本当はモグラ叩きするんじゃなくて、モグラ根こそぎ穴を埋めてしまうとか、そうやってしまえば簡単なんですけど、そっちに行く前にモグラがいるんで叩きたくなる。そこがその症状に振り回されることかなと思います。ですので、ちょっとその本当の原因は何かっていうところを、この後皆さんと一緒にその問題を特定していきましょう。で、この質問、部下がいらっしゃる方、部下に突然聞いてみてください。ポッと言って、今月の売上目標いくらって、って断ります。結構 いけますかね、部下。まあ、ここで言っちゃってるんで、ネタバレしちゃってるんですけど、私最初に、まあ、お客さんのところに入るときにこれ最初に聞くんですよ。で、朝礼とかを皆さん集まって、まあ、コンサルタントの内海ですと自己紹介して、まあ、最初こいつどういうやつだろうっていうことで、もう斜めな感じでこう見られるんですけど、逆襲したいですよね、ここにいる人としてはね。はい、では皆さん質問しますって言って、今月の目標いくらですか、いくらですかって当てていくと、前の方の子は何人かちゃんと答えられるんですけど、後ろの子の方はふーっと目合わさないんですよね。いくらですかって言っても絶対自分じゃない顔されますし、でもそれってその子が悪いんじゃなくて、まあ、会社自体がこの目標と達成することがちゃんと約束を、会社との約束を守ることだと、まあ、それが仕事なんですよということを最初の時点でやっぱり教え込んでないからなんですよね。で、まあ、入った人が目標を達成しなくてもいい、それで、1年2年3年暮らしていれば、急にね、外から来たらなんかスーツ着て赤いネクタイしてね、兄ちゃんが来て今月いくらですかって言われたら、なんだこいつになりますよね。だけど本当はいくらですかって言った時に、まあその金額を覚える覚えないというよりも、自分が目標を達成しなきゃいけないということは当たり前のことですので、それはぜひやらせなきゃいけないことかなと思います。これは結構言えないですね。はい、であとですね、まあ、症状に振り回される例としては、これしょうがないですよね。中小企業は何が問題かって言っても、誰が問題かに絶対変わるんですよね。はい、当たり前のように A さんの売り上げは、まあ、個人にしてはむちゃくちゃでかい。 A さんが会社全体の売り上げを引っ張ってる。これ資料ないか、ごめんなさい、資料ないです。で、で会社の目標を達成しない。でも A さんはこんだけ頑張ってる。で A さんは俺はやってると、そしたら B さん C さんなんかは個人の目標を達成してないわけですから、あいつらやってねえじゃねえかよと。それを言われた上司としては、 B さん C さんに言う、でも言ったところで B さん C さんできない、 A さんお願いの繰り返しで、悪い C さんを徹底的にいじめて辞めさせる。で C さんよりいい人が来るかなと思うけど来ない。でこれ繰り返す。ありますあります、これは。でも本当にできる方が会社の数字を支えてるんですけど、じゃあこの A さんが辞めた瞬間にどうなるか、辞めてほしくないんで、辞めそうになったら分かった、で A さんだけなんか知らないけど、じゃあ月あと5万円だけアップするからと。でわけのわかんないね、中小企業って給料体系バラバラですんでA さん5万円上げたところでこいつら上げなきゃいいやと、結構そういうことをむちゃむちゃやっちゃいますんで、会社の中の給与体系とか整備されないまま5年10年経ってって、この A さん偉くなってくると会社の中で接待費もどんどん使い放題になってきちゃうんで、社長としてももう言えなくなっちゃう。ありますね。はい、であとは社内に敵がいる営業部門と製造部門サービス部門。営業部門は売り上げを上げたいんだけど、あいつらが全然働かねえから売り上げが上がんねえんだと、でこっちのせいにする。でこっちの人たちは営業は勝手に値引きするんだっつって、こっちのせいにする。ただまあ目標を達成するとかじゃなくて、敵がうちにいてずっとこれで争ってる限り、まあ、外に行かないですね。であと、まあ、これね、さっきの10年後の大企業の会社なんかは創業してもまなくはもうイケイケどんどん精神論で気合で進んじゃうんで、前年実績がありますと、で目標は 30% アップ 50% アップの目標を立てれば、なんとか前年並みに行っちゃったりすると。
でこういう厳しい状況なんですけど、うちの会社はみんな頑張って前年行ってますよと。じゃあこの計画ね、目標何だったんですかって話ですよね。目標いっぱい積んどけば何となく結果がうまくいく、まあ、それ自体も全然科学的ではないですし、そこで働く社員にしてもじゃあ目標達成しなくてもいいんだと、で前年やっときゃいいんだというふうになってしまう。これも本当によくあります。これもね、症状に振り回されてるからであって、本当の問題なんですかっていうところまでたどり着いてないっていうことだと思います。まあ図にすると結局こういう図で皆さん達成できないで、この図がよくあるのが営業部の営業か、まあ、会議とかで今月の売上に対してどこまでいけるかって積むじゃん、積み上げとかやりますよね。ここ足りないですよね。足りないのは本当は足りなくて当たり前なんですよ。でも足りない時によし、しょうがねえと、であとはなんとかみんな一人一人頑張るようにとかっつって、ここ空いたままなんですよね。ここ積み切れてないと実行する時に今日みたいにちょっと天気が良くないと外回り、ね、件数ちょっと減ったりしちゃいます。であと本当に電車が遅れてしまいましたって、悪くなくてもね、そうすると実行ってこの計画決めた通りに実行できるかってできないんで、お客様の訪問件数も落ちていきます。となると足りない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 っていう、まあ不等式になるのはもう当然かなと思いますっていうのが皆さんは分かりませんけども、目標が達成できてない会社っていうのは先ほどのような症状でこういう結果に陥っているっていうのが、まあ、多いかなと思います。はい。でじゃあいけないっていうことで何か対策をやりましょうと、別に特定の何か団体を否定するつもりもないけど、精神論ってすごく大事なんですけど、精神論で、動ける人って本当限られてるんですよね。まずやっぱり仕事の資格ですよね。こういうふうにやりましょうっていうことが中小企業の場合決められてないので、どっちが大事ですかっていう時にうちのね、高めていきましょう、朝礼をやりましょう、何かを昭和しましょうというところをやったところで、本人一人一人ができるわけがないんですよ。で、これはちょっと資料にないんですけど、松井秀喜の選手じゃないけど、これよく言われる、心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる。いい言葉ですけど、これできる社員がいたら、まあ、その人は自分でもうすでにやってます。でも社長はこういうふうな理念っていう思いでやってるので、社長なり上司はね、自分はこうしたい、だから部下にもこうなってもらいたいってことでこれを押し付けてる。で部下にしてみれば心を変える意識変化をしたくないのでこの会社に今残ってるわけです。ですので自ら行動を変える人っていうのは本当に優秀な社員ですし、まあ、そういう人は力がいいので辞めてっちゃうかなっていうのも正直ありますね。で、私たちの外部が入っていくことで何ができるかっていうときに、こういう教育をするのではなくて、行動の量、あと行動の質を変えていく。行動が変わると結果が変わる。で結果が変わったら初めて自信がつく。そしてあ、これやればいいんだということで、この辺のここが変わる、意識が変わる。順番を逆でやってます。意識を変えましょうっていうことで、意識を変えたものは見えないです。でも行動は見えます。ですので行動を変えるようにしていく。